しゃべり会で、花火綺麗だって。おー、よかった、嬉しい。それは後ろ進化してません？後ろ背景というか、なんか白シルバーのステージみたいになってる。なんですかねこれは。なんか今日あったっけ。あ、シルバーウィーク、そういうことか。びっくりした、なんかすごい急に今パッてなったから。あ、すごい、そうなるんだ、すごい、なんかテンション上がる。そうで、今日はあのしゃべり会の後にあのアルサポ Q をさせていただくことになりました。ありがとうございます、嬉しい。湘南線、クサーニャいるから探してみようか。お、待ってます、少しおしなぎさせてください。ありがとうございます、嬉しい。すごい忙しそうだそう、あの2回目にハローエブリワンだそうです。ハローエブリワン、はい、ケイタカシもユラさんも今日も朝から可愛いです、ありがとうございます。なおきすけさん、いや、あの最初が国立競技場で一番最初に出させてもらって、で今日で2回目なんですけど、嬉しいです、こう出れて嬉しいです、ありがとうございます、嬉しい。あ、フォローありがとうございます。飛び高しやっちゃう、いや、じゃできるかな。もう今日本当に頑張る。前回はルアさんがいらっしゃったけど、今回私だけだからちょっと緊張するんですよ。ルアさんがあのいっぱい助けてくださったというか、からちょっと緊張するんですけど、いっぱい質問して頑張りたいと思います。昨日あの前回のアルサポ Q 見て、あのイメージはバッチリなので、その仕事を初めてか、え、初めてかも、え、初めてかもしれないです。たまたんってたまちゃん、え、そうなんです、あの公式のツイッターの方にあの U ターンたまたんで回りますみたいなのをこう書いてくださったんで、ちょっとたまたんって書かせていただきましたありがとうございます、頑張ります。
しみ。富高氏のイメージもバッチリ、バッチリですね。バッチリです。ねえ、チャイナ服が楽しみすぎ。え、嬉しい。そうそうそう、めっちゃ可愛いの買えたから、ちょっと楽しみにしててほしいです。楽しみにしててね。あ、言わないんですけど、何色だと思いますか？何色だと思いますか？いやー、楽しみですよ。何色っすかね。ほうほうほう、ほう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 、そうなんですね。ほうほう、皆さんの予想はそれだと。ほうほうほう、ほう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 、まあまあまあ、それは実際会ってからのお楽しみということで待ってます。今着てるパジャマとね、これ赤ってことね。じゃあ確認しに行きます。ありがとうございます。待ってます。正解ありますか？どうでしょう。いや、もしかしたらもうなんかもう虹色とか着てるかもしれないから、まあ、はい、楽しみ。お話し会楽しいんだよね。楽しい。今日はお仕事？お仕事です。お仕事です。お仕事です。しまった、内緒で行こうと思った。あ、言っちゃった。ありがとう、楽しみに待ってます。今日アラームが、アラームを5時48分から5分ごとに鳴らしてるんですけど、今日も焦って、今日もあの5時48分にアラームが鳴った瞬間に、私は5時58分だと勘違いして、おっとまずいって言って、めっちゃ急いで降りようとしたんだけど、あのすぐに気づいて寝てました。だから今日はちょっといつもよりあの6分ぐらい寝れた。オフラインお茶会前回で慣れた雰囲気は大体なんか分かりました。前回で そう、またフライングしちゃいそうだった。あのまだ48分だったって分かった時の安心感すごいんですよね。こうこう寝ててピピピピってなるんですよ。ピピピってなる。はっ、あっつってまた寝るっていう。よいしょ。あの起きてから配信するまでの短さ、本当に私本当に早いと思いますよ。よくないけど、たまにたまにたまにであってほしいけど、6時配信だとして5時59分に起きてわーって言いながら配信するときありますよ。本当に早い。あの本当にね、それはいいのか悪いのか分かりませんけども、
ねえ、案外寝起きかないの。本当にめっちゃ寝起きっすよ。もう本当に本当に早い。そう、あのこれ今ここにスマホ、ここに挟んでるんですよ。こうスマホがあってカチャって、だからあのだからスマホカバー、移動中にスマホケースを外すんですよ。もうその時間ももったいないから、こうやってこれ外しながら下着て、あの、まあ、まず、まあ、時計時間見る用のアラームとスマホを持って、まあ、ダーってこの部屋に移動するわけですよ。こうやってダーって、そう起きてメガネつけて、そう、まあ、ここら辺にメガネがついてるから、ピピピピカチャスマホ持って、なんだっけ、アラーム持ってタタタタタタタって移動して、撮りながら移動して、で挟めながら移動して、開始って起きてる間に手ぐしで髪の毛を溶かして、おはようございますって、そうなんです、そうなんですよね。もっと余裕を持ってね、なれるように頑張ります。みえちゃん今メイク配信してる。みえみえさんのメイク、え、ちょっと私見ていいですかそれ見たい。日頃寝るのは何時頃なの？早くて10時で、遅くて12時ぐらい。ちょっと見てくれ。いってらっしゃい、いってらっしゃい。もうあの何してるか教えてください。何見たい、見ていいですか？あ、でもあれか、私も準備してる時にみゆみゆさんの配信見ればいいんだ。めっちゃメイクもう可愛くできるかも。あ、みゆみゆさん、あ、アイシャドウ こうやって塗るんだ、あ、いいよ、もやってみようって。もう一つ騙される、確かに。いやいいですね。いや先輩のてっぺん超えることはあんまりない、超えないようにはしたいですよね。でもたまに超えますけどね、ちょっと勉強やばい時とか、夜遅く帰ってきた時とか。12時超えちゃうともうなんか寝る気、めっちゃ眠いけど、あ、なんかもうお風呂ゆっくり入っちゃおうとか思って、メイクしてるな。やっぱりオールは、うわ、何言う言う優勝ありがとうございます、ゆーとか言って、え、待って、シルバーかわいい、かわいい、かわいいですね、シルバーいいな。シルバーウィークずっと続いてほしいかも。オール、私年越しの日オールしたことあるかな、寝たか、寝る前に充電しなくてやばいってことない？え、ありますあります、充電忘れてて。でも私の統計的にあの、まあ私15分から、まあ、長くて1時間で、まあ平日はだいたい15分から30分とか弱とかじゃないですか。それぐらいの時間だったらあの 40% あればギリいける。でも 40% だとちょっとあのこう最後の方にちょっとあの
充電が怪しくなるので焦りますね。だからよくない。ショールーム開きながら寝落ちして起きたら充電 0% なのがあるある。あ、そうなんだ。確かに夜まで配信できるから。ああ、確かに学校にはスマホ持っていけるダメなんです。ダメっすね。高校生になったらいいのかな。明日三畳期の日だから今日てっぺん越さないようにしないとやばいのよ。それはもうなんだろう、もう5時ぐらいに寝なきゃいけないですね。それは、あ、頑張ってください。では今日はアルサポ Q もおしゃべり会も楽しみに待ってます。待ってます。私が行くのか。あ、違うな。うん、帰りにお仕事があるとき持ってきてもらう。え、そうですね、そうなります。授業中は使わないとかにしたら楽なんですけどね。俺からゆうたんに質問しようか。ゆうたんファン歴は8ヶ月、大子さんでも12、あ、まあデビューしてからだとしたら12、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ヶ月。ゆうたんファン歴は10ヶ月です。ゆうたんに質問です。好きな食べ物は何ですか。YouTube からよろしくね。はあ、待ってます。ありがとうございます。オーディション配信含まれたらもうそりゃ何年もね、ですよ。何年もやってくださって。ピーマン食べる、ピーマン私大好きですよ。特にあのピーマンとナスのこの何炒めっていうの、あれが好き。ピーマン好きっす。ゆたんがお腹の中にいた時から応援してます。いやーすごいな、それは一番大子さんになるのかな。それは肉詰めじゃなくて、肉詰めも好きなんですけど、あのピーマンとナスを甘辛みたいな感じで炒める。甘辛？甘ちょっとママに名前聞いてみます。送るね、後で。ゆうたんユニコーンの頃からおいしい。私ユニコーンだったんだ、前世。では誕生日させていただきます。いきます。13位 RC さんありがとうございます。12位ノムさんありがとうございます。11位ダンヤさんありがとうございます。10位キラちゃんさんありがとうございます。9位タカオさんありがとうございます。8位テロテロ坊主さんありがとうございます。7位タカシ大好きなホコちゃんありがとうございます。6位マーチさんありがとうございます。5位ミーさんありがとうございます。4位ヨシさんありがとうございます。3位デケ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 。1位はテケ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 。
ピース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 点線です、ピース中盤でピースオーラーラインで、おーピースピースです。知ってますか？フェッシャーフェッシャーフェッシャーピースピースフェッシャーフェッシャーフェッシャーピースピース中盤で、あれ前線でピース中盤でピースオーシューラインで、おーピースピースです。小野寺コール、ありがとうございます。グーってことは、グーじゃないよ、あなたがやるんだ。それは見せてください。あーかわいいかわいい。6連負け、あすごいすごい、でも運が溜まっております。私負けました。あすごい、上から読んでみましょう。チョキってことはピン2022年からのファンは子さんになりますか？一番子さんです多分。私がいっちゃん最初に出た年じゃないですか。ありがとうございます。きっちりさんも抜いて、すごいさすがじゃんけんだって感じだ。ありがとうございました。おしゃべり会もアルサポ Q もよろしくお願いします。あギャルピースか、こっちか。ありがとうございました。バイバーイ。